U125A 集団捜索機と2機の T4 が編隊を組んで侵入してまいりました。 U125A 集団捜索機は捜索レーダーおよび赤外線暗視装置を搭載し、救助が必要な盗難車を捜索発見するための航空機です。T4 は航空自衛隊の戦闘操縦者養成のための集合練習機です。最初に通過したアジア救難隊 U125A 救難捜索機の搭乗員は機長田中敦、担当空佐航空学生48機、兵庫県